不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。宅建合格ラジオ。はい、これですね、今日のテーマはこちらでございます。はいはい、あなたは宅建士になりました。賃貸の重要事項説明の時に当本を取得したら抵当権が設定されていたので新借人であるお客さんに説明しました。すると抵当権って何ですか、なんか怖いんですけどって言われました。さてあなたは何と説明しますか。はい、これもう実務で本当ありますよ。私もこれ何回もこれね言われたことあります。はい、ちょっとねこれ後で私の模範解答はちょっとご説明しますけど、フランスワさん、はい、抵当権 Y やった学長ありがとうございます。私現状お客様に説明できません。はい、これねこれ絶対説明できないとダメです。これもうむしろこの説明が宅建士の重説の仕事と言っても過言ではないですね。賃貸の場合は私もいろんな方の回答見ましたけど、前輪さんいらっしゃいますけど、 SM さんいらっしゃいましたっけ。はい、抵当権は取説の問題1回やったくらいです。ダメですよ、ちゃんとやらないと。抵当権は問題で出る可能性高いですからね。滝さん重説でめちゃくちゃ聞かれます、聞かれますよね。滝さん実務やってらっしゃるんですね。とても説明できませんが、私の抵当権のイメージは購入する不動産を担保として設定し、ローンが滞った時に不動産をお金に換える仕組みです。ありがとうございます。本日もよろしくお願いします。でこれねちょっと今回この SM さんのコメントをご紹介させていただいたので、この後にねちょっと一言あるんですよ。これ SM さんね、これその続いてる質問です。これ SM さんの質問なんですけど、異業種ですが賃貸の試験は講習を受けずとも宅建試験後からの勉強でも間に合うんでしょうか。はい、これね今日の私のねメインチャンネルの動画でもやりましたね。賃貸の締め切りがもう明後日かな、26日で締め切りなんですよね。まあ宅建集中したいって人もいるんでしょうけど、でこの質問をされる方すごい多いんですよ。今からでも間に合いますか質問めっちゃ多いんです。これ勉強でも、宅建試験後からの勉強でも間に合うんでしょうか。私は宅建試験後から勉強すればいいっていうふうにすごい言うんで、この質問がすごい多いんです。これ毎年これ聞かれるんですけど、この質問されてる方にですね、私逆に質問したいんですけど、間に合うって具体的にどういう状況を言ってるんでしょうか。これなんですよね。よく間に合いますかってコメント欄にめちゃくちゃ質問来るんですよ。宅建試験今から勉強しても間に合いますかとかね、新幹線試験今から勉強しても間に合いますかとか、もう間に合いますかっていうふうにめちゃくちゃ聞いてくるんです私に。ね、これどういう意味で聞いてますって話なんです。ちなみにですね、これ私の中でも定義があるんです。実はこれ過去に動画全部動画見てる人は聞いたことあるかもしれませんけど、これ実は私の中でもこれ間に合うっていう定義があって、こうです。試験当日に約 60% の確率で合格できる状態にできる、これが間に合うです。私の中の 60% の確率で合格できる、この 60% が高いと思うか低いと思うかですね。普通の人は多分低いっていう風に感じるかもしれませんね。そんなもんで受けていいのっていう風に思う人もいるかもしれませんが、このことを私は間に合うという風に表現しています。その上でちょっと回答しますね。この SM さんの質問に、宅建試験後からの勉強でも間に合います。はい、これは私の間に合うの定義です。で例えばですね、FP の3級なんかは今毎月試験やってるんです。例えば私の参考書出してる、FP の3級ですね、分かってるから FP の問題集と参考書出してますけど、あれなんかはほぼ毎月やってるんですよ。年間11回試験やってるんですね確か。なんでああいう試験に関しては結構チャンスが転がってるんで、もう 90% ぐらいに仕上げてから受験しても別にいいと思うんですよ。受験料もったいないからっていうふうに考えるんであれば、それはそれでいいと思うんです。ただ何に1回しかチャンスがない試験については状況全然違うんですよ。私がですね一番言いたいのは、 90% の確率で合格できる状態で受験しても落ちることがあるんです。はい、これ私も本当経験してるんで分かるんです。まあ自覚症状として 90% ってだけですけどね。これね、もうこれあるんですよ。これ金メダル確実って言われてて取れない人いるじゃないですか。そういうことなんですよ。 100% なんてないんです。で何が言いたいかというと、ね、当日体調悪ければ落ちることもあります。であるなら使えるチャンスはできるだけ使った方がいいってことです。はい、そういうことなんです。これは私の考え方です。なので 60% って基準は何なのかというと、半分以上の確率で合格できるんだったら受けといた方がいいってことです絶対に。あとはお金ですね、受験料がもったいないっていうんであればもう私から言うことは何もありませんということですね。皆さんの1年の価値がもう賃貸士の試験確か1万2000円ぐらいかな、1回受けるの。皆さんの1年間という時間の価値が1万2000円もないんであれば、別にそれは私から何も言うことはないですもんですね。1年に1回しかない試験というのはそれだけ重みがあります本当に。
ていうのが私は本当今までいっぱい試験を受けてきてすごく感じることです。だから私は受けた方がいいって言ってますね。でも今セカンドチャンネル毎日更新してますけど、もう内容がすごく重なってますからね、宅建と。まあ一応ねこれ聞かれたんでこういうふうに回答しました、はい。今宅建皆さん一生懸命勉強してるじゃないですか。で宅建試験終わった後たった1ヶ月で何ができるんだっていうふうに思うかもしれませんけど、宅建試験死ぬほど集中してきて、その集中を切らさないまま鎮管試験の勉強を始めると、その、ね、宅建試験終わってからの1ヶ月ってもう全然違いますから、普段の1ヶ月とは。まあ、頭の中に知識が入ってくるスピードが全然違います。これは私が実際にそれを体験しているので、そういうふうに言ってますけどね、本当に。なんで終わったら1日は休みたいとか思わない方がいいですよ。もう終わって、もう試験終わったらもうすぐもう参考書持っていくぐらいですね、現場に、新幹線の宅建試験の会場に、それぐらいの感じです。結構ね、今コメント欄見てるとなんか申し込んだ方結構いらっしゃいますね、はい。まあ、全然ね、宅建だけに集中したいという方は全然別にそれでいいと思うんですけど、悩んでるんだったら申し込んだ方がいいです、絶対に、はい。これは私からのアドバイスですね。宅建合格ラジオ。学長皆さんこんにちは。昨日は飛行機が1時間以上遅れて対抗戦参加できず残念でした。クイズの回答ですが、オーナーさんがこの物件を建てる、購入するときに銀行でローンを組まれていて、平たく言うとこの物件が借金の型に入っているということです。 なのでもしオーナーさんのローン返済が滞れば、この物件は競売にかけられて最悪退去ということにもなりますが、通常ローンを組まずに物件を建てる、過去購入するなんてことはあまりないですし、オーナーさんが普通にローンの返済をしていれば心配ありません、はい。80点ですかね。合格点は上げられるかなと思いますね、はい。R さんね、おめでとうございます。ちなみに一応ベストアンサー今日一人一応ご紹介します。私全部ちょっと回答読み切れなかったんですけど、読めた中でのベストアンサー一人いらっしゃるんで、ね、ちなみに今話してる内容はね、全部試験に出る知識ですからね。楓さんいらっしゃいますかね。こんにちは。皆さんの励ましの言葉ありがとうございます。まだかゆみはしつこく残ってますが、負けないように頑張ります。抵当権は、貸主がアパートを建てる際に一括でお金準備できることはめったになく、銀行から借用しています。その際に当建物を担保として設定する、つまり抵当権がついている状態になります。このように説明すると思います。実際に私がアパートを借りる際に抵当権という言葉に驚いた記憶があります。ただ不動産会社さんからどのように説明されたか覚えてないです、こういう感じなんですよね。ここをね、本当、いらっしゃいます。ここをね、本当お客さんに安心してもらうというかね、ちゃんと記憶に残る形で丁寧に説明できると、本当の宅建士として一流じゃないかなと思いますね。しゅんさん、お客様の借りる部屋の建物は借金の型になっています。この建物の返済が滞った場合、持ち主で変わることがあります。お客様はこの抵当権が設定された後に入居するので、ことによっては出ていかなきゃいけない場合もあります。だから家賃は滞納なくしっかりお支払いください。ここはいいと思いますね。そうだ、この家賃にも滞納するなっていう理由付けに使うのは私は結構ありだと思います。まあ、もっと詳しく知りたい場合は不動産大学に入学しましょうということですね。ありがとうございます。はい、みみみさん今日いらっしゃいます。紹介しますよ。最近オンラインサロンのクイズがなかなか理由まで正解する問題が少なく、一瞬焦りと不安の気持ちに駆られていますが、気持ちを抑えて引き続き頑張ります。あ、いらっしゃいますね、はい。自信ないですが練習のため答えます。自信なんかなくていいんですよ。答えるのが大事ですから、アウトプットの練習ですよ、はい。住宅ローンを借りる時の担保がお部屋に付けられているという意味なので、抵当権が付いているお部屋がほとんどですよ、はい。いいですね。貸主様の、銀行への返済の支払いが滞らなければ大丈夫ですが、もし滞納などしてしまったら競売にかけられてしまうこともあります。そうなった場合、6ヶ月の猶予はありますが、借主様は退去しなくてはいけません。これね、素晴らしいですね。これね、6ヶ月の猶予ね、この6ヶ月の猶予触れてる人ね、そんなにいなかったですよね。いましたけど、これね、具体的なこのね、期間とかっていうのを触れるっていうのはね、非常に大事です。最近自信ないと言ってましたけどね、これベストアンサーですよ、みみさんね、これ。大丈夫、自信を取り戻してくださいね、はい。ベストアンサーで自信を取り戻せるか分かりませんけど、素晴らしいですね。この6ヶ月の猶予期間をね、ちゃんと触れてるのは偉いですよ。これ触れてる人少なかったですからね。これ充設をするときにこういうね、具体的な数値を示すっていうのはすごく説得力が出ます、相手に対して。ただですね、この後実はこれ、耳さん分かると思うんです。この後1行もう1行書いてますよね。その1行はね、ちょっと私はね、やめた方がいいと思います。何が1行追加されてるかというと、これなんですね。ただ競馬にかけられるほど滞納する方は見たことありません。これね、あんまり言わない方がいいです、こういうことね。
これね、今からちょっと重要事項説明をするときのポイントです。皆さんどうせ今年宅建合格するんでしょうから、宅建士になった後のね、アドバイスを先しますよ。重要事項説明するときのポイントはこれです。重説のポイントは、無駄に不安にさせない、かつ過度に安心させようとしないことなんです。はい、この2つです。これがすごく重説をするときにめちゃくちゃ重要なことなんです。私は顧問先とかにこういうアドバイスをすることもあるし、宅建の重説やってる人とかにそういうアドバイスをすることもありますし、これはすごいします。いいですか、かつですよ、かつ。無駄に不安にさせない、かつ過度に安心させようとしない。これ無駄に不安にさせないはね、皆さんすごい気遣ってアンサー書いてましたよね、掲示板に。ただね、実はね、これすごい大事なんです。過度に安心させようとしないことなんです。これね、ちょっと過度に安心させようとしてる傾向があるね、このねセリフね。まあ冗談なんでしょうけど、はい、カッコ柄って書いてあるんでね、はい、ちょっと今話してきます。これね、心配ありませんっていう直接的なワードを使っている人は結構いたんです。何々だから心配ありませんみたいな、そういう風なアンサーが結構あったんですけれども、心配ありませんという言葉を使わなくても相手が心配しないように説明することが重要なんです。これ覚えておいてください。皆さん、宅建士になって重説するときに、これ絶対心がけてください。心配しないでくださいっていう単語を口に出して言うのは非常に危険です。これは今まで私はいろいろ現場でトラブル起きてきたものを見てきて、解決してきて、すごく思うことです。心配ありませんっていうことを軽々しく口に出して言っちゃダメです。これはもちろんそんなに過度に心配させないように、無駄に不安にさせないように説明はする必要はあるんですけども、心配ありませんっていうのは無条件に相手を説得しようとしているので、相手の理解するっていうね、そこの思考が止まっちゃうんですよ。で、後でクレームになりやすいです。これ心配ないって言ったじゃないかっていうふうに言い返されます。これなんかあった時に危ないです、これ。ということで、じゃあ私のね、重説の原稿、まあ、私はあまり先に重説してませんけど、抵当権怖いですって言ってきたお客さんに対する私の回答ですね。いいですか、ちょっと重説だと思って聞いてください。抵当権が設定されているということは、ね、この物件が担保に設定されているという意味です。で、多くの大家さんは物件を新築するときに銀行からお金を借りて家を建てるので、そのお金を借りるときにこの物件自体を担保に入れているということですね。で、万が一大家さんがローンの返済ができなくなったりすると、抵当権が実行されて競売にかけられることがあります。で、その場合に落札した新所有者には賃貸借契約は引き継がれません。はい、引き継がれないので、退去するように言われたらすいませんけど退去するしかありませんと。ただいきなりそれで出ていけということにはなりません、6ヶ月は猶予ありますので、その間に新しい部屋を探して退去することになります。で、またその際に新所有者には、落札した人で新所有者には敷金返還請求はできませんので、ご了承ください。以上です。はい、ということで、伝えた方がいい知識っていうのはいくつかあるんです。今これ分かりやすいように ① ② ③ ④ ⑤ ってやりましたけど、全部触れてる人いましたかね。多分ね、私は見た限りいないし、さっきのミミミさんのやつはね、5番以外は多分ほぼほぼ触れてるんですよ、全部大体ね。私がもともと実務やってた会社はこれ1から5まで全部触れてました。この1からこれ、今結構文章長いと思ったかもしれませんけど、今喋った速度よりももうちょっと早めのテンポでやったりしましたね。まあお客さんがすごい心配してる場合はここゆっくりやりますけど、これが大事なんですよ。この間どっかの生配信でね、サロンの生配信でこの話したら、そうなんですかって言ってるコメントありましたけど、そうなんですよ。結局もう大家さんがそれだけの人間だったってことでも諦めるしかないですね。で、これ宅建試験に出る知識ですからね、これ全部。この物件が担保に設定されてるってことですね。まず抵当権が設定されてるとか、ここはまずいいですよね。で、その2、万が一大家さんがローンの返済ができなくなったりすると、抵当権が実行されて競売にかけられるということがあります。はい、で、その場合3、落札した新所有者には賃貸借契約は引き継がれないんです。これね、宅建試験的に言うと賃借権を対抗できないっていう風な言い方になるんですよね、宅建試験の選択肢だと。ただこういうね、賃借権とか対抗できないっていうワードを重説の時出しちゃダメです。なんかね、宅建試験の勉強したてで宅建士になると、こういうの言ってるやついるんですよ、宅建士で。言わないでください、こんなこと。お客さんに言われてもはあってなるだけですよ。だって皆さんは一生懸命宅建の勉強したから、なんとなくここの意味も分かってきてるかもしれませんけど、重説聞く人なんか、賃借権対抗できないんでとか言われたってはあってなりますよ。はあってなるけど、どういうことですかっていうふうに聞き返せないんですよ、お客さんは。だからこういうワードを使って絶対重説しちゃダメです。だから分かりやすい言葉にできるだけ置き換えてあげてください。お客さんは宅建受験するわけじゃないんで、だからより分かりやすく、かつあんまり事実とぶれないように説明するっていうのはすごい大事です。で、あとは6ヶ月の猶予があるっていうことで
ですね。で、新所有者には敷金引き継がれないということですね。これ敷金には、まあね、今言っといてもね、どうせこの状況になるとお客さん、そうなんですかってもう一回言ってくるんですよ。私の経験上言ってくるんですけど、 言っとかないとダメです。だこういう説明をすると、まあこれね、あの言ってることだけ見ると、まあちょっとお客さん不安になりそうじゃないですか。なりそうなんですけど、これをね、また伝え方です。本当にこういうのをちゃんと理路整然と相手にちゃんと伝える感じのトーンで話すと、リスク高いことを説明したとしてもお客さんがそんなに不安にならないっていう風にできます。まあこれは私は実際やってた。あんまりこういうのでめったにないから大丈夫ですから安心してくださいはね、言わない方がいいです。ということで、今私がした重説が理解されていらっしゃるかどうかっていうことを今からね、問題やってきますよ。